こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。カルチョビットは始めていきましょう。第12節ですね、気がつけば。ということで、いよいよ後半二回り目の対決となります。ちなみにですね、前回の、そう、開幕戦だったんですよね。最後に見事な逆転勝利を収めました。ということで戦っていきましょう。まずはいつもの通り練習試合です。チャンスメーカー多いですね。クライスがちょっと疲れてますね。よし、これは休ませよう。ヤンをサヨと交換。こんな感じですね。リオを萌えと交換。みゆきも伸びしろありますね。みゆきをカナと交換かな。でもカナもいいんですよね。で、サイドキーパー広岡で。さあ、練習試合始めていきましょう。キックオフです。ヒラリが取りまして、ヒラリうまい。じゃあ、ゴール前に。これは取ってほしかった。さあ、これでコーナーキックになります。おっと、はい、言い合いました。こっからのリカバリーがうまくいかないですよね。あれ、ちょっと待って、味方がなんかポストに蹴ってる感じがするが、捉えましたね。やっぱりサインは強い。落ち着いていってほしい。エリカシュート。エリカ来たー、同点。一度シュートはキーパーに阻まれたんですが、ここで取り直してゴールを決めました。こういうことができてくると第3の旗ができますんで、この前みたいにくるみが怪我をしても安定して戦えるようになります。2点目か。肉丸、さらに間の。
さあ反対サイドへ。さあ前へ積極的に出していく。さあ課題をたくさんいただきました。おっと、これは広川が前を出てますね。課題がどんどん増えていきます。さあ久保塚ゴール前、よー、3点目決められました。軽く決められますね。さすがメンソーレ那覇。試合終了ですね。これはちょっと苦しい。ヒラリーうまかったです。これは止めました。そして前半13分、リバウンドしたところを宮崎が、エリカがこれを反射して、そこを諸星から奪い去って同点。これですね、こぼれ球を拾うの。その4分、肉丸がもうゴール前まで持っていって、キーパーを見てるんですけどね、キーパー弾いてしまったとこを真野が、久保塚から上草さん早い、すぐセンタリング上げて、そこを真野が飛び込んでいきます。ゴールへの進入が早いですね。まあボール支配率だけで他は圧倒的な差がついてます。はい、課題がいただきました。これ課題、この試合で練習試合だけ課題は13個となりますね。さあ疲労度ですが、そんなに疲労度は上がってないですね。ゆうなもなかなか力上がってきましたよね。カルベン、戦術ですがちょっと深すぎる感じはします。
さあ、いよいよ公式戦です。お、これはちょっと相手が浜松の本拠地ということで使用率は低いと見られてますね。さあこれを打ち破ってほしいところ。最初のこちらのホームの試合では大逆転勝利、いや飾りましたからね。さつき、こらえてしまった。おっと、一気に前へ出た。まどかから3位7個逆サイドへ。さつき、すぐセンタリング上げてくるみー、入った、先取点。いい流れですね。さあここさつきのセンタリングが大きかったと思います。強引にくるみがヘディングで突破しました。さあさつき越えられる。ゴール前、同点に追いつかれましたね。確実に渡すとシュート決められるような感じと思っておいた方がいいですね。隙が、逆サイドを狙われて隙が出てしまいました。金子がゴールを決めました。そこで、くるみも頑張って上がっていくんですが、及ばず。さあ、またセンタリングだぞ。お、今の危なかった。結構こぼれ球を狙われる可能性あるんですよね。おっと、これ、セーフだ。さあ、緑に渡ったチャンス、シュート、ゴール。再び勝ち越しです。2点目。観客が湧いております。サポーターですね、湧いてますね。いい流れ、すぐ返せるとかいいですね。早くもフォルティール浜松選手交代を行いました。ちょっとこちらの能力を見てみましょう。まだ早いような気はしますけどね。さあここパンチングで防いだ。おっと、ノーホイスルに助けられてますね、とにかく。さあ、4人、5人、崩したい、相手の陣形を。これは届かないだろう。さあ、高橋。高く、行きました。行きましたってなんだろう。さあここ確実に確保しとくことが大事なんだが、取られてますね。あ、これで前半終了です。結構スタミナ持ちますね。このさつきだけが2ですか。さあ交代選手を見てみましょう。まあヘップバームあたりも気をつけた方がいいかな。基本的にシュート、枠内に入ったら必ず両チームとも決めてますね。さあ、ここは、ボールをしっかりキープして、
決めておきたい。これコーナーキックですね。さあ3点目決めたら大きいが直接入った。さあ大きな3点目です。一足って書いてます。まあただまだ時間ありますからね。7個キーパーがうまく処理できなかったのか。さあそろそろ我々も選手交代をした方がいいですね。しかしスタミナがすごい持ってますね。クラリス月7個ミオ、クラリスと交換しましょう。あんまり変える必要ないんですけどね。さあ外に出ました。相手ボールのスローインになります。さあここゴール前へ。まだですね、結構スタミナ持つようになってます。オフサイドか。かなり深いところに守ってます。前傾ですね。完全にもう攻めることしか考えてない感じ。うまくですね、センタリング上げられれば追加点のチャンスありますね。ちょっとこれは無理があるんじゃないか。逆に攻められると良くないですからね。おっとゴール前、さあこれ7個とみゆきが疲れてます。さよかな。であとは、かなかジャネットか。ハートはジャネットが上ですね。ジャネット行きましょう。比較的スタミナ持ってますね今回の。さあチャンス、ナーコがちょっとオフサイドか。せっかくチャンスだと思ったんですけどね、クルミじゃなくてナーコだったのは意外ですね。さあタイ力がまだ残ってるのはいいですね。ファルなのか。サホマル気をつけと思ったら外れてますね。両方ともかなりスタミナを消耗してますが、ホルティーヌの方が消耗度あるかな。さあこのセンタリングは危険と防ぎました。さあミオ、さあ緑に戻って三角攻撃。あーと、これは不用意に渡してしまった。いけません。さあ、ちょっとピンチだぞ。これは、決定点にはならず。あーと、窓からやってしまった。もうほとんど時間はありません。さあ、ラストチャンスなんでしょうね。これで試合終わるかな？さあもうほとんど時間ないですが、なんとか防ぎたい。なかなかようやくですね、心配、試合終了の笛引くのが結構遅いかな。さあもうこれはすごく良かったんですが、もうちょっと落ち着いてっていう感じかな。さつき、そこをくるみが、ボールが点々として、これが先取点となりました。
ただ前半18分米村上がったオロモ金子がすかさずボレーですよ。米村はセンタリングを見事でしたよね。完全に裏をかかれました。さあ窓かが奪って緑、これを強烈シュート、完全に裏をかかれた感じですね。フォルティーニの守備陣はこれで2対1。後半に入ります。みゆき、これがコーナーキックになるんですね。そのコーナーキックを7個が蹴ったところが直接ゴールへ、鮮やかです。これはゴール前だったんですが、決まらず。後半32分、本丸を直接シュートですが高く外れてしまいます。最後これパンチングで2回目をパンチング、コーナーキックは決まらず、追っかけていくところ試合終了の笛です。3対1の勝利ですね。2連勝です。相手が12本もシュートを打ってるんですね。枠内は4本で同じですが、かなり攻撃を重視しているチームに見えました。これでまだ6位ですね。6勝4敗6割、貯金に勝ち点が20点なので首位2位とも4点差。意外とこれいけるチャンスある、出てきましたよね。ひしめいております。ありがたい。さあその2位のメンソーレ那覇の前に有坂、すごい能力持ってる選手だよな。1億2000万はちょっと高すぎるわ。こういう予算を見なきゃいけないのがカルチョビットはあの特徴なんですよね。さすがにアリサは高すぎる。2位のメンソーレ那覇ですね。次の試合は2対1で負けてるんですよね。確か試合終了直前にやられたかな。まあ、とはいえ昨年は10位、やっぱりこのメンツで強力、フラスコを中心に強力陣を揃えてきたという感じはしますよね。特に守備が固いチームです。攻撃陣はまあマノが強いんですけど、先発を集中、戦力を集中させて強さを出てきたチームだと言えます。4人確保してるんですね。5人ですね、女性選手ばっかりを。一人しか遺跡元いないっていうのも不思議ですが、というわけで今回も、3対1で勝つことができました。次は2位のメンソーレ那覇ですが、もう今年になってかなり強力になったチーム、守備を固いんで比較的ロースコアでの決着となりそう。まあ、勝つとまでは確実言えないですが、負けない戦いは最低したいと思います、はい、というわけで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。